情報処理安全確保支援士、略語の句。情報処理安全確保支援士試験への合格を目標として、セキュリティや情報処理に関する略語を学びましょう。PGP, Pretty, Good Privacy。電子メール用の暗号化ツールで、当初フリーソフトとして、インターネット上で公開された、Web of Trust、 信用の輪という考えに基づき、安全性や信頼性を担保している。その方法としては、あるユーザーが PGP で使用する公開鍵にそのユーザーを信用している別のユーザーが自身の秘密鍵で署名することで、その公開鍵をある程度信用が可能になる。コストが低くある程度信用できることがポイントである。ため、PGP は不特定多数のユーザー間での利用ではなく、 特定のグループやコミュニティなどの限定された範囲での利用が適している。暗号アルゴリズムには RSA と IDEA が用いられる。RSA、リベスト、シャミール・エーデルマン。開発者3人の名前の頭文字を取って名付けられた公開鍵暗号方式。桁数の大きな整数の素因数分解が困難で、 あるということを安全性の根拠にしている。近年では、コンピュータの性能向上により1024ビットの鍵は期待化が懸念されており、2048ビット以上の鍵の利用が推奨されている。IDEA、インターナショナルデータ、エンクリプションアルゴリズム。データを64ビットのブロック帳に区切って、暗号化を行う共通鍵暗号方式。 2012年に特許が切れ、全世界で自由に使うことができる。128ビットの鍵を使用する。A-POP オーセンティ o s テッドポストオフィスプロトコル。メールサーバと MUA の認証において、チャレンジレスポンス方式によるユーザ認証を行う方式。あくまでも認証情報のみを取得化し、メールそのものはネットワークを平分で流れる。 EDNS0 Extension Mechanisms for DNS Ver.0 DNS の拡張機構で通信できる UDP のパケットサイズを最大で65,535オクテットまで拡張できる。通常は最大512オクテット。EDNS0 を使用するためには DNS サーバーだけでなくクライアント側も EDNS0 に対応する必要がある。 近年では IPv6, DNSSEC, SPF, DKIM などの普及により DNS で取り扱うデータが拡大しているため EDNS0 をサポートする DNS サーバーが増加している。今回はここまで。また一緒に勉強しましょう。